皆さん絶足してますか？火縄銃に関する一考察、解説の矢心栄林です。皆さん配送してますか？女子剣実験動物役の霊戦、うどんレイン、稲葉です。皆さん石弓禁止してるうさか、実況の稲葉帝よさ。皆さん課金してますか？ニートの蓬莱さんかぐやです。ということで今回は火縄銃に関する一考察後編。前中編と同じく永遠帝の4人でお送りします。であれ、帝前回栄林に撃たれて死んでなかった。幻想郷は残機公式よさ。細かいことは気にすんなうさ。いや細かくないでしょ。大丈夫だったの。大丈夫うさ。前の投稿から1ヶ月以上経ってるから視聴者も覚えてないうさ。細かいことは気にすんな。ということで、まずは前回までのおさらいです。まず、日本の戦国時代において、鉄砲という兵器はチート級の性能を発揮しました。しかし、鉄砲という兵器は超高コストであり、多数を揃えるためには強い経済力や工業力が必要になった。そのため、これ以降戦争において経済力と工業力の重要性が高まります。これは現代もそううさね。北朝鮮がアメリカと戦争やったら絶対負けるうさ。上空6000メートルから F-16 が誘導爆弾落として終わりでしょうね。そういう流れの始まりという点で非常に意味のあることだと思います。やっぱり勝負ごとで経済力は大事ってことよね。その通り。だから私も課金していいってことよね。ダメです。ひどい。しかし、その鉄砲ですが、兵器として性能を観察した場合、実は多くの欠点を抱えていました。一つには、今説明した通り、調達運用に多額のコストがかかるということ。まあこれは新兵器だから仕方ありませんが。単純な殺傷能力においても弓と比較して劣る部分があったことは否定できません。ではなぜそんな鉄砲が効いた兵器たり得たのか、これがこの後編のテーマなわけですが、答えは簡単。鉄砲の利点は殺傷能力ではないからです。どういうことうさか、私は前回一発で撃沈させられたうさが。いやもちろん殺傷能力はありますよ。特に近距離では確実に弓よりも高威力です。ただ、そんなことよりももっと重要な性能が鉄砲にはあったってことなの。兵器に殺傷能力以外の性能が必要なの。必要です。これは、兵器の性能、というものを考える上で極めて重要なことで。しかも鉄砲だけでなく現代の兵器にも通じる普遍的な命題でもあります。しかし一般にはあまり馴染みのない話でもあるので、これから順を追って説明します。ということでまずは鉄砲の利点その1。訓練から、ふ。これは前回の動画にコメントしてる人多かったうさね。その通り。まあとりあえず弾込めて引き金引きさえすれば、人間即死させられるレベルの物体を放出できるからね。これだけなら小学生にもできることだし。実際、アメリカとかで子供による銃の暴発事故が起こったなんてニュースよく聞くでしょう。確かに、銃口から出てくる弾の威力は、引き金引いた人の能力に関係ないですからね。これが弓だったら、矢の威力は射手の筋力に依存するから相当な訓練が必要ですね。その通り。例えばこの手の話になるといつも出てくるイングランドのロングボウは、単純な殺傷能力で言えば、初期の火縄銃よりも高いと言われてます。まあ前回の動画もそういう内容だったわね。しかしこれを引くためには45キロの力が必要だそうです。無茶言うなや。これができる射手を育成するため、イングランドでは子供の頃から厳しい訓練を行い、その結果旧兵の体格は左右非対称になってしまったそうです。塩招きかな。筋力が必要。ってところは重要でしょうね。技術、と違って一回覚えたら終わりじゃない。45キロの筋力を維持するためには日々鍛錬を続ける必要があります。これはきつい。ちなみに前回の動画で火縄銃と弓の性能を比較しましたが、その際の弓の性能はこのレベルの射手を想定してます。そりゃ鉄砲に振りすぎないうさか。でもこういうものって最高性能同士で比べるものでしょう。だからといって弓側の射手が浮く主とかだったら弓が不利になるに決まってるし。弓の性能の大部分は射手に依存するってことうさか。しかもそれが筋力ってのは痛いですね。ロングボウが鉄砲みたいに世界標準になれなかったのはこの辺が理由でしょうね。鉄砲だって複雑な機械だから操作には習熟が必要です。特に火縄銃は一発撃つだけでも何工程もかかるから、その操作を覚えるにはそれなりの時間は必要です。でもそんなのはせいぜい数日もあれば覚えられる。まあ格ゲーキャラ一人分のコマンド全部覚えるぐらいのものでしょうね。大体合ってる。そして一度覚えてしまえばとりあえず鉄砲から弾は出る。弾を銃口を向けた方向へ確実に飛び、その威力は誰が撃っても変わらない。確かに、これはものすごく便利うさね。鉄砲さえあればその辺の子供でも戦力化できるってことうさか。そういうこと。これは極めて大きな利点と言えるでしょうね。確かにその通りですね、お師匠様。さっき、兵器の性能は殺傷能力だけじゃないって言ってたのはこのことですか。その通り、兵器というのは人間が使うものです。だから、それを人間がどのように扱うか、という部分まで含めて兵器の性能なのよ。つまり、人間にとって扱いやすい、ということも、極めて重要な性能と言えます。でも一つ質問があるんですが。何かしらうどんげ、言ってみなさい。訓練が楽、というだけなら、クロスボウ、でもいいんじゃないんですか。
こういう滑車がついてるやつなら非力な人でも弾けるって本で読んだことあるんですけど、それでいて威力はロングボウと同じぐらいだったって言いますし、確かに発射速度は遅かったみたいですけど、それを言うなら火縄銃も同じだし、こっちも作るの大変そうですけど鉄砲よりは簡単そうですし、火薬もいりませんよね。だったら火薬がいらない分こっちの方がお得なんじゃないですか。いい質問だ、うどんげんくん。え、なんですか急に改まって。っていうかこれなんかまた良くないことが起きるパターンですか。ということで、ここで前回と同じく標的をご用意しました。そういえばそんなのあったうさね。そして取り出したるはこの火縄銃。これからあなたたちに、火縄銃の真髄を見せてあげましょう。ではここで一旦広告入ります。ということでこれからあの的に向けて発射するでよ。ちょっとやめてくださいよ師匠。これ絶対貫通して私に当たる流れじゃないですか。大丈夫大丈夫。その盾はガンダリウムガンマで強化してあるから、アハトアハトの直撃にも耐えられるわよ。わっわい。じゃあまた弾がそれて私に当たるうさね。大丈夫大丈夫、今回はちゃんと的の方を狙うから。前回のはわざとだったのか。総じて言えば確かに火縄銃の精度は良くなかったみたいだけど、これは銃も弾丸も全部手作りで品質が安定しなかったのが主な理由みたいね。好条件が揃った場合、例えば火縄銃の精度を測定するための実験なんかでは、ライフル銃とそれほど大きな差がないという結果も出てるみたいよ。まあ実験に使うものだったら一番出来のいい鉄砲と弾用意して全力で整備もするわよね。まあそうなんでしょうけど、実際のところそういうのは割とどうでもいい。なんでどうでもいいうさか。それはこの後わかるわよ。ということで、目標をよく狙って、3、2、1、ファイヤー。確かに私には命中しませんでしたね。助かりました。しかしこの銃の発砲音ってのは何度聞いても嫌なものですね。軍属時代を思い出します。ってあれ、やっぱり手がいない。師匠まさかまた。また、って何のことよ。いやまた誤射しちゃったんじゃないんですか、手を。いや弾丸はちゃんと的に当たってるわよ。よく見なさい。あーほんとですね。今度はちゃんと的に当たってる。でもちょっと中心外れてますよ。銃の命中精度は調整済みって話でしたから、師匠の狙いのせいですかね、もしかしたら。おかしいわね。あなたの眉間を狙ったんだけどね。的狙えや。いやそんなことより手ですよ手。手は一体どうしちゃったんですか。出ました。逃げた、あの子は本番中だってのに全く。後で姫様からもよく言っておいてくださいよ。はわわ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 。ちょっと姫様、どうしたんですか。いかん、雨が降ってきたな。雨なんて降って？いや雨だよ。急に雨降ってきましたね。でもなんか生暖かいんですけど。でそれよりも姫様がさっきからおかしいんですけど、これ一体どうしちゃったんですか。接近してます。え、じゃあ急に降り出したこの雨っていうのは。それ雨じゃないから。私の上でやるんじゃないふざけんな。あ、逃げた。いや逃げたじゃないですよ師匠。いいんですか、この後解説どうするんです。解説、今のも解説の一部よ。ということで鉄砲の利点その2、発砲音が敵を強させる。まあ簡単に言えば、それでテイとカグヤは逃げちゃったのよ。まあこれも何人か、前の動画にコメントしてる人はいましたね。特に火縄銃は無駄に発砲音が大きいから、それでびっくりして敵が逃げちゃうって。まあ私は軍属時代に嫌というほど聞いているので慣れちゃってますけどね。でもその前回の動画では姫様は逃げませんでしたよね。それにテイみたいに自分が撃たれたわけでもないのに、なんで今回は逃げちゃったんですか。それは前回で鉄砲の威力と発砲音を経験してしまったからよ。前回は二人とも鉄砲で撃たれたのは初めてだった。だから発砲音を単に大きな音としてしか認識しなかった。雷の音みたいなものですかね。あれいきなりだとびっくりしますけど、別にそれだけの話ですからね。でも今回は二人とも一回目の経験がある。同じ鉄砲の発砲音を聞いても、彼らにとってその意味するところは全く違ったのよ。つまりどういうことだってばよ。一回目はただのでかい音だった。でも2回目は手が撃たれてどうなったかお二人とも知ってる。頭吹っ飛ばされてましたね、バラバラに。このせいで二人は鉄砲の発砲音で鉄砲の威力を連想するようになってしまった。二人にとって発砲音というのはただのでかい音じゃなくなってしまったってことですか。この部分が非常に重要です。これは単に大きな音がして驚いたとは次元の違う恐怖なのよ。彼女らにはもう火縄銃の威力が恐怖として精神に刷り込まれてしまっている。そして発砲音はその恐怖を嫌悪なく引き出してしまうわけです。ああそういえば昔習いましたね。銃の本質は貫通力でも射程でもない。銃の本質は恐怖。あの音と煙が上がると誰かが死ぬ。2射目でそれをわかる。そして一度それをわかればもう前は進めぬ。あれってこういうことだったんですね。
この頃の火縄銃の本質をよく表現してるいい言葉ね。軍属時代に教官殿から習ったの。いい織田信長から。お前それドリフターズやんけ。でも要はそういうことです。さっきあなたは発砲音を雷の音に例えてたけど、子供の頃に初めて雷の音を聞いた時はものすごく怖かったはず。ああそういえばそうでしたね。あの突然聞こえてくる大きな音が怖くて家の中で泣いてました。人間、っていうか生物というものは本能的に大きな音を恐れるようにできているのよ。自然界で大きな音が出るものって、大抵は敵か自然災害だからね。でも、それが安全である、ことを経験で理解するにつれてその恐怖は薄れていく。まあそうですよね。我々現代人も突然大きな音がしたら驚きはしますが恐怖はしません。雷が落ちてるからって、それが自分に当たる確率が実質ゼロなのはみんなわかってますし。だから大人で雷を怖がる人がいないわけだけど、でも万が一、雷が危険なもの、という経験が上書きされてしまったら、例えば、学校とか会社とかで、隣の席の人が突然雷に撃たれて死んだところを見てしまったら、これはもう雷鳴聞くたびに失禁ですね。それはつまり、大きな音に驚いた、のではなく、雷鳴に恐怖、してしまうようになるってことです。そら失禁しながら逃げますわ。音、というのは、戦場では非常に重要な要素なのよ。戦場っていうのは人間が人間を殺す、異常な空間です。でかい刃物とか鉄砲を持った人間が自分を殺そうと迫ってくるわけです。この恐怖は筆舌に尽くしがたい。当然、まともな人間ならそんなところには1分1秒でも痛くないし、少しでも早く脱出したい。それを踏みとどまらせるのは、分立、だったり、使命感、だったり、戦友への思い、だったりといろいろだけど、ほとんどの人はかなりギリギリで踏みとどまってるのよ。まあ確かに、戦場で恐怖心を抑えるには相当の訓練と実践経験が必要ですよね。だけど逃げたら上官に殺されるし、一緒に戦ってる戦友見捨てて一人で逃げられないし、そういういろいろな思いがあってギリギリ逃げずに戦ってる感じですかね。そういう均衡を、鉄砲の発砲音は一撃で破壊してしまうのよ。ちなみに以前の、釣りの伏せ、の動画でも紹介しましたが、この辺の話は、デイブ・グロスマンの、戦争、の心理学、という著作に詳しく書かれています。2640円と少々値は張りますが、戦争、というものを現場の視点で解説してくれる数少ない著作です。Amazon で検索したら在庫あるみたいなのでご興味がある方はぜひご購入ください。ちなみにこの本によると、戦場においてことは極めて重要です。敵陣から大きな音が聞こえるたび、自分の兵士は産地を削られて、そして敗走に至ります。逆に、自分の方から聞こえる音には勇気づけられる。確かに、FPS で自分が敵陣に突っ込むとき、銃声が前からしか聞こえないとかなりヤバいと思いますよね。後ろから銃声が聞こえない場合は、味方が逃げた、って思います。戦場にいる人間の大部分は、ものすごく敏感かつ臆病になっています。2秒後には鉄砲で撃たれて死んでるかもしれませんからね。しかも死んだ後にそのことはわからない。控えめに言って怖すぎます。そして、音、というのは戦場の状況を判断する重要な情報です。戦場にいる兵士にとって、その大きさ、方向、音質には大きな意味があるの。そこに直接大きな打撃を与えるという意味で、鉄砲は最強の兵器であると言えるでしょう。そしてこれが鉄砲にはあってクロスボウにはない利点とも言えるでしょうね。確かに、訓練が楽、というだけなら別にクロスボウでもいいですからね。そもそも、戦闘においてどちらかの軍が全滅するまで戦う、なんてことはほぼないからね。そういえば戦争、それも昔の戦争って意外と死傷者少ないんですよね。大抵はどちらかの軍が戦意をなくして敗走するから。その通り。死傷者が多いことで有名な第四次川中島の戦いでもせいぜい3割程度で、碧木川の戦いの豊臣軍は1割強程度です。戦国時代の兵隊なんて、ちょっと不利になったり脅かされただけでもすぐに逃げちゃうんですよ。ほとんどはその辺の農民でまともに訓練もされてないから、そんな兵には、とりあえず鉄砲撃ってでかい音聞かせて、その数パーセントが不運な敵兵に命中して頭とか吹っ飛ばすだけで十分なんですよ。まあそんなの見てしまったら一発で産地ピンチでしょうね。そして次の銃声が鳴るたびに産地チェックが入ります。だから命中精度はあんまり問題にならないわけですか。その通り、それで敵の産地はもりもり下がり、正気を失った兵が一人逃げ二人逃げて、やがて全軍が敗走します。ということでこれが鉄砲の利点二つ目。高音が敵を恐怖させる、でした。うつ主が考える鉄砲の利点は以上です。そういえばずっと背景のゲームで戦列歩兵がドンパチやってますけど、これも兵が脱走しないようにするための工夫でしたっけ。そう言われてるわね。兵に隊列を組んで横一列に並ばせれば、一人だけ逃げる、ということがものすごくやりにくくなる。そんなことしたらすごい目立ちますからね。だから横長の隊列組ませて、その状態を維持したまま僕たちの兵隊たちが鉄砲撃ちながら前進する。今ちょうど背景がそんな感じになってますね。それで味方が撃たれて倒れたら、それを踏み越えてさらに前進するのよ。男塾かよ。アメリカ独立戦争の頃はこういう戦いが主流だったようで、メル・ギブソンの映画、パトリオット、で何度かそういうシーンがあります。
新兵の怯えた表情とか、よくできてましたよね。もう20年ぐらい前の映画ですが、そういうところもよくできてるので、ご興味のある方はどうぞ。ということで今回のシリーズはこれで終了ですか？これで終了です。じゃあとりあえずさっきから私に向けてる銃口を下げてもらえませんか？師匠私が撃たれて終わるってオチにする気ですよね。前回、弾は3発用意してある。って言って2発しか撃ってないし。なんだバレてたの、さすがは私の弟子ね。大丈夫大丈夫、そんな動物愛護団体に訴えられるようなことしないから。ほんとですか？だからその盾じゃなくて的を早くどかしなさい。ほら銃口上に向けるから。どうそんなに必死なんですか？火縄銃の扱いは丁寧にやらないと危ないんですよ。ええから早う立てろや。雑に本性を表しましたね。わしはな、わしはな、動画の最後にウサギを撃たないと手が震えるんじゃ。ちょ、そんな震えた手で危ないですからやめてください。こらいわんこ汚い。暴発した。これは前回の動画では説明してませんでしたが、火縄銃って結構暴発しやすいんですよね。特に密集した状態で使うと、隣の火縄が発火用の火薬に点火するから、この頃の日本の銃兵は密集せず散発的に狙撃を行っていたという説もあります。まあ何にしても銃ってのは非常に危険なものですから絶対に違法に所持してはダメですよ。もちろん人に銃口を向けるのも絶対ダメです。では最後に爆発落ちで綺麗に締めたってことで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。